that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion. All that kind of potion. Just my kind of heat. Keep it on repeat. Testify the potion. Love it is the potion. Ooh, that sugar. Just my kind of heat. Ooh, that sugar.寝る前にいつも飲むけど、今日お昼食べれなかったから、ちょっとトレーニング前これでしのぐ。しかもこのいちごレが最高に美味しい。もう美味しすぎる、本当に。楽しみ。でもここまで来るともう甘いもの欲よりももう大会に集中って感じで逆に大丈夫かな。それまではね欲との戦いだったけど、あ、ね、今日どう？メイク昨日よりあの、濃くしたのと、うん、あのつけまつげ変えてみた。まあ普段メイクじゃなくて毎日ステージメイクしてもうちょっと自分に何だろう落とし込む。やったことないからさ、やっぱ毎日毎日やって本番ちゃんと同じようなメイクできるようにしていく。だから恥ずかしい外出るのが。今日これでジム行くからね。昨日も電車乗るの恥ずかしかった。どういった流れになるのかもわかんないから、もう自分でやるが多分一番ストレスなく今後にも活かせれると思う。自分にできるようにちゃんとなったら、行ってきます。今その評価されるトレンドの形が砂時計の形って言われていて、肩からウエストにかけるライン、そこからヒップっていうのがビキニでは必要とされる。だからメンズみたいにもうとにかく絞ればいいっていうものではないからすごい難しい。ビキニももちろん絞りは必要で、ただその男性みたいにストリエーションとか、あとバスキュラリティ、血管の感じっていうのは求められていなくて、筋肉と筋肉のセパレーションが綺麗に出てるのが評価される。血管バーって出ちゃうとか、そのストリエーションが見えちゃうとか、それってやっぱ女性らしさから少しかけ離れてしまう部分はあるから、なんかそこの加減が多分すごい難しいんだと思う。結局ビキニって上半身と下半身とのもう全体バランスが評価されるから、女性ってやっぱり下半身が脂肪を乗りやすくて分厚くて落ちにくいところで、下半身と上半身のその絞り具合を同じぐらいに持っていくっていうのが多分ビキニですごい難しいところだと思う。やっぱり下半身の筋量を増やさなければそのバランスってやっぱ取っていけれないと思うから、やっぱ上半身と下半身バランスよく筋肉を作り上げてバランスよく絞れるっていうのがビキニに必要なことなのかなって。あとどれくらいなんだろう。まあでも前よりは絞れてるよね。いやだいぶ。本当？違う？
全然違う。私の体は当日張ってくれるはず。そんな気がする。で、去年から私が今年変えた部分っていうのは、去年私がプロカード取った時のフィードバックとしては、あのサイズ感はそのままでいいと、ただあのミッドセクションのこれ以上は本当にハードにならないようにって言われたので、あの去年の私のミッドセクションってもう本当に血管がバーって走っちゃって、あのもう本当かわいちみたいな、割と本当メンズっぽい感じのお腹してたから、今年はねもうとにかく少しでもお腹のミッドセクションに筋肉が落ちるように自分なりに工夫してきたんだけれども、多分落ちた多分筋肉落ちてくれたから、去年だったらもうこれピチピチ。今当時に撮った時に去年よりもビキニっぽいねって言われるようになった。でね、本当は去年の今頃の体重だともう血管がね、このウエストがもう血管だらけだったの。こっからバーって血管走ってて、もうこれもうバキバキバキって感じだったんだけれども、今ね全然それがないの、うん、ってことはサイズもね落ちてるし、なんかポーズ取った時にウエストがね細くなった分、そうだから去年より強化できたところは私ウエストかなって思ってる。だから逆にその去年の私のウエストの仕上がりを知ってる人が今年見ると、あれちょっと絞り甘いんじゃないって思われちゃうかも。まあわかんないけどね、あと 1,2 キロ落とすから。ただウエストの筋肉は減らした。で、減ってくれた本当に。だからあとはあの今回のステージ出て、そこでのフィードバックが本当に私のプロとしてのあのどっか改善できるところとかの目安になるかなって。もう今年は今のこの体で挑む。当日に向けて一発本番、自分のやってることを信じて挑むだけかな。